は眠ってらっしゃるだけなんだって。まったく、昨日注意したばかりだろう。でも、お前は外にでも行ってなさい。まだまだ手のかかる。ギキリキねえ。相変わらず静かに眠ってらっしゃる。この静謐な空間が何より心地いい。私も。さて雨も上がったし、川の様子でも見に行くかな。虹って不思議だよな。神出鬼没でさ、かかる場所にはどこまでもたどり着けないのに。でもそれは紫から始まり、確かに一つとなってそこにあるんだ。気のせいか、そんな奴らがどこかにいたような。さあ、もういいでしょ。こっちの虹はじきに消えちゃうし。同じ消えるでも、どうせならお腹の中に消えてもらわなきゃ。虹より団子、ってねえ。違いないぜ。あの時、ゆかり様は、私にチェンに習いなさいと。そう、おっしゃいましたね。それは、もっと、自分に染まりなさいよと。そうした意味も、含んでらしたのでしょうか。だとすれば、実にあなた様らしい。与えてくださったこの名前、とても気に入ってます。私たちは、合わせても一人前に足らないのかもしれません。枝分かれしていく道の中で、四季である私の道の先には、いつでもゆかり様がいて、その道は、とても眩しくて、私も、あの子にとって、そういう存在でありたい。あれたらいいな。そう、心がけてはいるのですけれど。どうだろうね。私の、大切な式。
子。頼まれていたものは用意しておいたから。私の甘味と、あなたの甘味。どちらがより甘いのか。勝敗の行方は、あなたたち次第。健闘を祈るわ。